こんにちは、翔太です。今回なんですけど、明日ですね、大指名が再販されるっていうところで、大指名ですね、今でも取るべきかどうかについて話していこうかなというふうに思います。大指名になるんですけど、まあ今でもですね、めちゃめちゃ強いです。正直言ってめちゃめちゃおすすめです。奥義はですね、まあ、正直開けるもんではないかなと思うんですけど、まあ、バリア崩壊の奥義とかにも絡んでいたりして、まあ、小指名、大指名、大規模消去、顔料文集でなんかすごい組み合わせやな、でも奥義を開けますけど、まあ奥義はちょっと難しそうですね。このキャラクターですね、ちょっと性能を再び見ていこうかなと思うんですけど、まあ、MR の、武器で体力レベルかける280で HP16%、 MP レベルかける240と、このキャラ攻撃一切しないんで防御に全振りしてるキャラクターになるんですよ。でさらに MP レベルかける400と防御力レベルかける300で HP65%、 知力値レベルかける360、知力値の2倍分筋力ダメージをカット。で最後の、パッシブが砲術開始にダメージ耐性 65% で根拠値レベルかける400、まあ、根拠値はちょっといらんかなとは思いますけど、知力値の3倍分攻撃力ダメージをカット。で精霊覚醒が知力値の2倍分筋力ダメージをカットできるので、まあ、武将に対して強く出ることができるし、無条件の 65% カットなんですよね。まあ、なんでこのキャラクターちょっと今まではあまり気づかなかったですけど、すり抜けダメージとかも 65% カットしてくれるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとここ憶測ですけど、神器とかで 65% カットする場合は白バフによってダメージカットするんですけど、これはもう己の身で、ダメージカットしていくので、まあ、かなり強いダメージカットかなと思いますね。で毎ターン行動後、残り HP パーセンテージが最も低い味方4名に自身残り MP の6倍の HP を回復、毎回回復前味方の異常状態を1つ解除して2ターン内に魚風制御に入ると。で範囲攻撃のダメージを 25% カット、これがですね、まあ、HP パーセンテージが最も低い味方4名に、行っていくことができるっていうところで、まあ、しかも回復前に異常状態を1つ解除できるんで、まあ、流血とかも解除した上で、MP の6倍回復していくことができる。で武器も作ればこのキャラクター MP のパッシブが400と240でしたっけ、MR 前作れば240なんで、まあ、UR1000 でも200あるんで、まあ、MP がレベルかける600とかあるキャラクターなんで、めちゃめちゃ MP は高くなりやすいです。その上で、回復していくのでめちゃめちゃ強力かなと思います。でこの回復の後自身が 5% かけるこのターンで解除した異常状態の数ですね、の HP を回復することができるというふうなものになっています。でこれ毎ターン行動後って書いてあるんですけど、まあ、スキルの方でですね、このキャラクター異常状態を解除していくことができるようなものになりますので、まあ、スキルを打たないときは最大 20% の回復にとどまるんですけど、スキルを打つときはですね、まあ、その上限っていうのも、まあ、言うて 50% ぐらいが限界かなとは思いますけど、回復していくことができるというふうなものになっています。で毎回回復後でアクティブスキルもこう回復するんで、まあ、その1回1回の回復のたびにですね、回復量が味方の HP 減少分を上回る場合4ターンの間この味方を結成整合にする。で上回る分のダメージを吸収で味方の結成状態が解除されないっていうのがつきます。なんで、まあ、解除されない影光と同様ですね、まあ、バリアのような感じで、結成を張ることができるっていうところがとにかく強力なポイントになってくるかと思います。で自身が付与した整合状態が解除された時 50% の確率で解除を無視、この部分に関してはですね、最近ちょっと整合全解除のキャラクターがポンポン出てくるようになってきましたので、ちょっと 50% じゃ、心もとない部分はあるかなと思うんですけど、まあ、このキャラクターの進行こっちは正直ですね、回復の方かなというふうに思っていて、生後状態はもちろんそれは維持できたら強いんですけど、どっちかというとこの毎ターン回復することと血清を張ることができる、ここだけでも十分にですね、強力なキャラクターとして存在しているんじゃないかなというふうに私は思います。自身が撃破された時2回まで復活可能と、で復活後 60% の HP を回復、ちょっとこの部分については今となっては物足りない部分があるので、まああんまりやる方はいないですけど、本田忠勝とかつけてあげた方がまあいい部分ではあるかなと思います。で1ターンの間夢中と玉壁に入る、まあ、1回だけ攻撃無効ができる。で2ターンの間降臨整合に入ることができて、ダメージ 40% カットすることができる。なんでまあ78% ぐらいかな、ダメージカットとしては、まあ、ここの降臨整合も含めるとあるというふうな感じです。まあ、ただこの降臨整合は普通に剥がれちゃうので、まあ、やっぱり己の身に 65% ダメージカットがあるんで、強力といえば強力なんですけど、まあ、ちょっとそこですね、まあ、そこだけだとちょっと厳しいところはあるのかなというふうには思いました。で
物理会心ダメージ耐性が 40% 増加というふうなものになっています。なんでまあ会心ダメージにも比較的まあ強く出れるか、ちょっとそこは微妙だな。でアクティブスキルのところはかなり短いんですけど、あの魅力が詰まっています。残り HP パーセンテージが最も低い味方6名に自身の MP の16倍の HP を回復と。で毎回回復前その味方の異常状態を1つ解除して4ターンの間霊光聖護と兼任聖護にするっていうところで16倍もですね、 MP の16倍も回復しつつ、まあ、しかもその超えた分っていうのはですね、 HP を上回った分っていうのは結成聖護になる形になりますので、まあ、とにかくですね、このキャラクターがいるだけで味方の耐久力っていうのはかなり上がるのかなというふうに思います。まあ、異常状態を解除しつつできるんで、まあ、ちょっと流血以外にも異常状態になっていたら厄介なところではあるんですけど、まあ、しっかり流血を解除した上でですね、やっていくことができると。で、兼任聖護に入ることで物理会心ダメージと法術会心ダメージ耐性どっちも 50% 上がる。で、最大攻撃力が最も高い味方4名の異常状態はさらに2つ解除して2ターンの間花言葉と蓄力聖護ですね、に入ると。で、この蓄力聖護に入るっていうところが、まあ一番ですね、このキャラクターの魅力的な部分になってくるかなというふうには思います。まあ、蓄力聖護に入ることによって攻撃力、状態異常耐性、ダメージ反射耐性すべて 80% 上げることができるっていうところがあって、まあ、特にダメージ反射耐性の部分ですね、まあ簡単に 80% 分もダメージ反射耐性を、ダメージ反射を対策することができるっていうところで、まあ、80% も上げてしまえばですね、まあ、基本的には反射は怖くなくなるかなというふうに思いますので、まあ、個人的にはまあかなりですね強いものになっているかなというふうに思います。まあ、この聖護解除が解除されないような環境であれば、生後状態が解除されなければこの蓄力めちゃめちゃ強いんで、あのかなり押しているんですけど、まあ、どっちかっていうと今は回復の部分ですねにかなり魅力を感じるようになったかなというふうに思います。スキルにも回復スキルとなっていて、残り HP パーセンテージが最も低い味方2名に自身残り MP の24倍の HP を回復させると。毎回回復前味方の異常状態を全て解除し2ターンの間降臨聖護に入る。で4ターン受けるダメージを 40% カットして物理会心ダメージ耐性 40% 増加で4ターンの間味方6名を治療聖護にするというふうなものになっていて、スキルにもですね、まあ、異常状態全解除しながら、まあ、がっつり回復することができて、まあ、血清も付与しつつ氷も付与しつつで毎回ですね、行動後っていうのはですね、味方4名の回復も挟みつつ漁夫の付与をして範囲攻撃ですね、どのダメージをカットしつつ血清も張りつつみたいな感じで、ものすごいですね、サポーター、まあ、特に闘技場向けのサポーターキャラクターとなっています。でこちらのキャラクターは結構ですね取っている方が少ないっていうところもいて、私も来た時はですねあんまり戦役目線でしかほとんど見てなかったので、スキル2があまり気に食わなかったんで押してはいなかったんですけど、まあ、ちょっと最近で言うと、まあ、この回復力っていうのがですね、まあ、やっぱり魅力的に思うようになってきたっていうところと、まあ、生後解除の環境であっても、まあ、血清は剥がれないので、まあ、この回復の部分っていうのはですね、しっかり活かすことができる。まあ、しかも一応ですね、全ての生後状態です 50% 解除無視がついているので、まあ、基本的にはオーディン以外の生後解除はあまり怖くないのかなというふうに思いますので、まあ、ポセイドンの生後全解除は範囲攻撃とかだったりするんで、まあ、どっちやったかっていうと怖いのはまあオーディンの生後解除になってくるかなっていうことを考えると、まあ、個人的にはですねめちゃめちゃとってもいいキャラクターかなというふうに思いました。ありです、めちゃめちゃ。まあ、闘技場でも使えるっていう意味で、非常にありかなというふうに思います。まあ、戦役だけで考えるのであれば別に、ショーでもいいと思いますし、ダッキでもいい、まあ、なんなら蓄力キャラクターがいなくてもいいっていうふうな状況ではあるっちゃあるんですけど、まあ、劉備がいない場合はですね、劉備がいない場合は蓄力と暴走と七星と祝福、この4つのですね生後状態を使って、アタッカーにですねバフを持ってもらいたいんですけど、劉備がいる場合はこの中の1つですねを省くことができるので、まあ、別に蓄力はいらないといえばいらないんですけど、まあ、それでもですね、蓄力キャラクターの中で、まあ、選ぶのであれば、まあ、このキャラクタースキル2ですね、降臨聖護っていうところで、まあ、あんまり戦役とかでは、まあ、どっちかというといらない部類になってくるかなというふうに思うんですけど、まあ、でも蓄力の性能が 80% とかなり高いっていうところ、まあ、しかも劉備がいるのであれば、まあ、劉備のコブに事前に強い蓄力を付与できるっていうところで、まあ、ダッキも同じことはできるんですけど、まあ、やっぱりダッキよりも大使命の方がですね、バッファーとして優秀っていうところがあったりしますので、まあ
打機はローコストで取れるっていう利点は確かに、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、ショーよりも、まあ、この打機です、あ、打機じゃない、大使命ですね、まあ、闘技場のことも考えると、まあ、戦役も闘技場もどちらも使えるキャラクターとして、東洋は、まあ、非常におすすめなキャラクターとなっています。まあ、白拓よりも、白拓と Q ちゃんと比べるとやっぱりですね、スキル2のところが、まあ、敵に撃砕とか、破壊とかを付与できないっていうところで見劣りするんで、まあ、そこと比べるとやっぱり優先度は落ちるかなと思うんですけど、まあ、3体目の枠としてはもうめちゃめちゃありなキャラクターになっているかなと思うので、まあ、個人的にはですね、東洋おすすめです。で、まあ、今の状況から考えてもですね、まあ、個人的には、まあ、オーディンの生後解除は確かに怖いんですけど、まあ、逆に言うとオーディン以外の聖護解除はあんまり気にはな、まあ気に、まあ、ポセイドも気になりますけど、ポセイドは流行ってないので、まあ、あんまり気にならないかなというふうなことを考えると、まあ、めちゃめちゃですね、ありです。まあ、アタッカーを持ってない方はさすがに取らない方がいいかなと思います。バッファーなんで、基本的にはまたこれからも再販があるキャラクターではある、再販がまあ定期的に来るキャラクターかな、だというふうには思いますので、まあ、個人的には別に今無理に取る必要はないかなと思うんですけど、もうすでにアタッカーを持っているのであれば、まあ、個人的にはですね、取れる状況なのであれば取っていただく方がいいのかなというふうに個人的、的には思いました。まあ、私自身はですね、まあ、ちょっとどうしようかなって思っているところはあるんですけど、どうしようかなというのは、まあ、無理して取るかどうかっていうところですね、王道しようかなというふうに思っているところではあるんですけど、まあ、ちょっと考えていこうかなというふうに思います。今取れる状況の方には非常におすすめのキャラクターとなっています。まあ、これはちょっと私の、まあ、一意見でしかないですし、まあ、ちょっとオーディンとの比較の動画とかもですね、この後上げていこう、聞きたいなというふうに思っているので、見ていただけると嬉しいです。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。